でも前向きみたいなことを SNS で見たんで、うん、ちょっと安心ですね。まあそうじゃない、あんだけ日本中をこうの心を動かしたわけだからな、この格闘技で。今まで、まあ過去はそれあったと思うよ、数十年前とかさ、十数年前の話で言えば、はいはい、でもここ格闘技ってやっぱこのブームとの同期とブームじゃない時は差が激しいからさ、ああ確かに、これはまだ格闘技のブームを作ったって言ってもおかしくないんじゃない、立ち技の、うん、そうですね、まあそれぐらいほんまにこの世紀の一戦やったっていう、世紀の一戦。ペーパービューも50万件らしいですね。すごいよな、興行収益50億円超えてるっていう。もっと選手に還元しろよっていう気持ちはちょっとありますけど、これはまあ正直なところ、うん、じゃないと、まあ、なんでかって言ったら、まあ別に俺がもっとお金欲しいとかそういう感情は別に抜きにしても、はい、もっとこの選手が潤っていかんかったら新しい芽が育たないですよね、意味わかる、はい、今の選手たちはそれは頑張るよ、だってもう出たいもんそんな舞台にはどうしても。でもここでもっとお金を稼げなかったら今の子供たちが目立つさんへんと思う俺は。サッカー選手になりたいとか野球選手になりたいって結局どういうことかって言ったら年俸何億稼ぎたいとかそういう気持ちも絶対あるやんか、うん、そうですね、大きく活躍したいイコールやっぱりそれにお金がついてこんかったら、だからまあ那須川選手、武尊選手ありきで今回の大会なんで、2人はもうそれは数億もらってもちろん当たり前と、うん、でもその下の選手たちも活躍した選手には、まあ、俺は4桁乗ってほしいなっていうふうな気持ちはあるかな、うん、それでもおかしくない大会やったとは。確かに、うん、